聖アンナと聖母子は、ルネサンス期の芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチが1508年頃に描いた絵画。聖母マリアと幼児キリスト、そしてマリアの母聖アンナが油彩で描かれた遺体で、パリのルーブル美術館が所蔵している。自身が将来遭遇する受難の象徴である池に家の、子羊をしっかりと手でつかむキリストと、それをたしなめようとしているマリアの姿が描かれている。 レオナルドは1498年にこの3人を一つの作品に描くための修作とも言える。現在はロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する聖アンナと聖母子と幼児聖ヨハネを描いている。もともとこの作品はフィレンツェの教会サンティッシマ・アンヌンツィアータの祭壇画として制作依頼されたものだったが、レオナルドはこの絵画に過失を続けて修正手放すことはなく、 その結果、未完の作品であるとも言われている。聖アンナと聖母子と、幼児聖ヨハネナショナルギャラリー2008年に、ルーブル美術館のキュレーターが、聖アンナと聖母子の絵の具層の下に、レオナルドの筆によると思われるうっすらとしたスケッチを発見している。これは、赤外線リフレクトグラムによる調査で判明したもので、レオナルドが1505年に手掛けた未完の壁画、 アンギアーリの戦いに描かれたものと告示した7インチから4インチの馬の頭部が描かれていることが分かっている。さらに61、2から4インチの頭蓋骨が半分と小羊と幼児、キリストのスケッチがあり、これは聖アンナと聖母子に描かれている小羊とキリストに似ている。ルーブル美術館の広報担当はこれらのスケッチについて、まず間違いなくレオナルドの新筆であり、 レオナルドの作品の主体としては世界で最初に発見されたものだと発表した。これらの主体は聖アンナと聖母子の修復作業に伴って専門家たちによってさらなる調査を行うことが2008年時点で予定されている。オーストリア人精神分析学者ジークムント・フロイトはレオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期のある思い出というエッセイを書いた。このエッセイで フロイトが唱えた説によると、マリアの衣服には、横向きのハゲワシの姿が隠されているとしている。この、ハゲワシについてフロイトは、レオナルドが、幼少の頃から、受け身の同性愛者だったことの現れであるとし、さらに、ミラノのアンブロジアーナ図書館が所蔵するレオナルドの、アトランティコ志向にも、幼少期のレオナルドとハゲワシのエピソードが書かれていると、主張した。 フロイトはアトランティコ志向に書かれたレオナルドの記述を次のように解釈している。私の生涯は、ハゲワシと深い関わりがあるように思う。物心がついた頃の記憶の中でよく思い出すのは、子供用ベッドで寝ている私のもとへ、ゲワシが舞い、降り、その緒で私の口をこじ開けて何度も唇を打ち据えたことである。フロイトが横向きのハゲワシだと主張したマリアの衣服。 左側が上を向いた頭部であるとする。フロイトによると、レオナルドのこの空想は、母親の乳首を含んでいた頃の記憶に由来すると、している。さらにフロイトは、古代エジプト人はハゲワシには、メスしか存在せず風によって受精して、卵を産むと考えており、ヒエロクリフでは、ハゲワシが母親を意味していることからも、この時節には根拠があると主張した。 しかしながら、アトランティコ思考に書かれていた、ハゲワシという言葉は、この思考を翻訳したドイツ人による語訳であって、実際には、レオナルドの空想に登場する、この鳥は、不肉食を主とするハゲワシではなく、基本的には捕食者たる飛びだった。この指摘を受けたフロイトは、弟子のルーアンドレアス・ザ・ロメに、自身の落胆ぶりを語っている。しかしながら、 フロイト学派の研究者の中には、このフロイトの説を飛びにも当てはまるように何とか修正しようとするものも見られた。また、レオナルドがアンナとマリアの親子を共に描くことを好んだことについても、フロイトの仮説がある。諸子として生まれたレオナルドは、ジップと義母に育てられることに適応する前までは、実母に育てられていた。そして、レオナルドがキリストの母マリアとマリアの母、 アンナを特に親密な様子で作品に描くことは、レオナルドの愛情の表れであり、これはレオナルドがある、意味、二人の母を持っていたという体験に根ざしていると、した。この仮説は、聖アンナと聖母子、聖アンナと聖母子と、幼児聖ヨハネともに、親子たるアンナとマリアが、同年代で描かれており、識別が難しいという点において、注目に値する。 聖アンナの頭部の修作。聖母、マリアの頭部の修作。聖アンナと聖母子は一見すると優しげで穏やかな絵画だが、詳細に分析するとなると難解な作品と言える。描かれている三者は極めて密接な構成で、マリアとキリストのポーズは強い関連性を持って描かれている。しかしながら構成を注意深く見ると、マリアが アンナの膝の上に座って描かれていることがわかる。この構成が何を意味しているのか、レオナルドがどのような意図でこのようなポーズでアンナとマリアを描いたのか、現在に至るまで判明していない。このような構成で描かれた絵画作品は他に例がなく、女性の膝に女性が座るという文化や習慣を持つ国や地域も該当する場所がない。また、座っているマリアとアンナの身長が、 はっきりとはしないとはいえ、明らかに、アンナの方が大きな人物として表現されている。このような微妙ではあるが、はっきりと認識できる二人の大きさの不調和は、レオナルドが二人を同年代の女性として描く代わりに、アンナを大きく表現することによって、二人の親子関係を明確にしようとした可能性がある。そして大柄なアンナは、土色の服を身につけ、足は水辺に、 頭は空や山の頂に達している。アンナは単に空間的に巨大であるばかりでなく、大地と生命とをつなぐ、地母神として描かれ、モナリザにも似た、すべてを知る者の笑いを顔に浮かべているのである。しかしアンナはただ神話的に佇んでいるわけではない。というのも、アンナの足元には紐に繋がれた、赤く、柔らかい、石が描かれているという説があり、 目のやザクロだという論者に混じって、この赤い石を台湾だとする解釈も存在してきた。もしそうであるならば、例えば、若くは緑はこの立場である、レオナルドは全く同時代的でない非宗教的な視点から生命を宿し繋ぐものを捉え、この絵に、密かな注釈を施したということになる。2011年10月7日に、パリの芸術専門誌、レジャーナル・デ・アーツが、 ルーブル美術館が数年間にわたって実施してきたセイアンナと聖母子の修復作業がこの絵画に予期せぬ致命的な損傷を与えるのではないかという記事を掲載した。その後2011年12月と2012年1月にもそれまでセイアンナと聖母子の修復を監督、助言してきた元ルーブル美術館並びにフランス国立美術館群の絵画修復所長。 セゴレーヌ・ベルジョン・ラングルと元ルーブル美術館絵画部門長ジャンピエール・キュザインがこの修復作業を中断するように求めたという記事を掲載している。この二人は現在の修復作業はやりすぎであり、専門家の立場から見ても過度な戦場によってレオナルドが意図した以上に色調を明るくしすぎていると意義を提した。その一方でルーブル美術館の修復作業に対して、 サインを示している専門家たちもいる。ありがとうございます。